雨じゃ、何を仰せられます。もしと辛抱でござりまするぞ。このように苦しい思いをした上、名もない雑兵どもに首をかかれるより、いいやす、人思いにこの場において切腹を渡す。何を仰せられます。彦座がついておりますぞ、彦座が。様にはあのようにやかまし屋の大久保様がついておられますものねえ。本日竹千代君国松君の御いずれ様かをもってお世継ぎのお連れ定めの儀につき上様にもお聞き及びのごとく一同の所存は国松君をもって三代将軍と仰ぎ立てまつれた儀にございます。ご検察あってご裁断願わしを存じます。一同の気持ちも国松を推したいというのじゃな。しからば世の後を襲って三代将軍を継ぐ者は芝居だ芝居だ武勇も何ですか。天下の一大事と承って長谷さんで申した。しばらく。漏れ受けたまるところによれば、本日の表情は三代将軍たるべきお世継ぎを定められるためとのこと。してその表情の趣はいかが相なりましてござりましょうや。上様のご裁断を仰ぎ、国松君をもって。何、国松君。おお、これはまた。おお、意外なことを受けたもある。控え、奥武士小左衛門。いやしくも天下の大事、すでに決定いたし、将軍家よりその旨、ご沙汰あらせられし事柄に対し、今さらこれをとやこを申し上げるは、将軍家のご霊神をないがしろにいたし、神を軽んじ立てまつるの、非礼なりとはわきまえないか。何、すでにご決定？いかにも。決定と受けたがらば、
こざ何もってとやかく申し上げましょう。徳川の流れ敬されて三代将軍のお世継ぎ落着、彦座ただただお祝い申し上げまする。さりながら一言お伺い申したきぎ、竹千代君ご長男にまします。順当なればこの君三代将軍を継がれるべきに、何故あってご次男の国松君に。その儀申してはばかり多いことながら、竹千代君にはいささかご気性荒々しく、挙動何かにつけてややご粗暴にやらせられ。ご粗暴。次ご決定とあるからは、この吉神君家康公にご報告申し上げねばなりますまい。その使者のお役目、何とぞこの彦座めに。ああ、よいともよいとも、世の名代として参詣いたしてくれよ。ありがたき幸せ、彦座一大の面目にござります。ではごめん、ごめん。彦座、何をいたす。お許しを得ましたれば、早速これより神君の御元へ。何。いや、神君家康公のいますところは御菩提所久能山ではござりません。西の方10万億ドル。え、彦座。ねえ、いやいや、そもそも神君家康公ご他界の右に、この彦座をお枕元に呼ばせられて、これ彦座、我なき後は我に代わりて徳川の行く末を見よと通う仰せでござりました。しかるに彦座府中至極にも、三代将軍お世継ぎ決定の大切なる席にも無出席つかまつらず。いや、しかし貴殿ご病気と受けたまわって。病気。ほう、病気か。ふふ、また貴殿にはちょうど都合の良い時に彦座病気になったものでござるな。病気なら病気でもよい、それならなおのことじゃ。かかる大事の際に病気などいたしておった府中の次第、これは早速神君にお目にかかってお詫びを申し上げねばなりますまい。さてご一等、彦座府中府議、神君のお眼鏡にたごうてかかる不始末、これより地下にお詫びに参りますれば、彦座亡き後は将軍家を助けたてまつり、徳川家万代安泰のためにお尽くしのほどをくれぐれもお願い申しますぞ。しからばごめん。待て、彦座。え、彦座、世が悪かった。死をもって世の迷いを晴らしてくれたること、忘れはおかんぞ。皆の者、竹千代をもって世継ぎといた。上様、上様、上様。決まりましたぞ。もういい、いい。
様もな、じいはお二人とも大好きでござりますぞ。天下の将軍になるならぬはその人の天命、器量のいかんではござりません。お二人とも仲良くな、仲良く。そして竹千代様はな、あっぱれ名君におなりにならねばなりませぬぞ。名君にな、名君におなりやすませよ、名君に。ご臨時をかたじけ直し、征夷大将軍の退職を賜り申した。被災その任にあらざることを恐れるも、粉骨ご生死に添い立てまつらんことを深く心に誓っているである。さてご一党はこれまでは徳川の旗本と違って客分としてお扱いいたしておったが、ご臨時によって職を賜りし家光、従前の扱いは生死にもとるものと考えねばならぬ。よって以降家光はご一党を家光の臣下として取り扱う所存でござる。不服の面々はこれより直ちに国表に立ち返り、騎士を鮮明にいたされよ。家光、旗本八幡騎を引き連れてお相手つかまつる。この儀いかがでござるか。将軍家の御上、いちいちもっとも、伊達政宗ただ今より金然としてその臣下に馳せ参じ、生徒の戦には旗本するとともに進む所存でござる。伊達殿、過分に存ずるぞ。してご一党は、ご異議なくば本日より一同を徳川の家臣といたす。一同大義ふわく上出来でございますぞ。上出来じゃ上出来じゃ。よいの。我が君には麗しきご尊顔を拝し、奉り恐悦至極に存じ上げまする。お、じいか出仕隊に。ちょ
ああ、いよいよ。これで良いのか。あ、うん、そうか。ああ、よいよい。じいは。伊豆、あ、じいはいかがいたした。忙しいので。春日殿、久しぶりでお茶を一服所望に参った。上様にはもうお目にかかられましたか。うん、大層お忙しそうに渡られましたので、お邪魔になってはと思い、いや早々に。この頃はわらわも何かご用をと存じましても、わらわごときにお役に立つようなこともなし。いや春日殿、あなたやそれがしにご用がないというのは、まあ、とりも直さず天下太平で上様が比類なき名君であらせられるということじゃ。いや、喜ばねばならんことですわい。どうと承知はしていても、何一つお役に立てないものになったかと思うと、やはり寂しい気が。いや、それが勝手と申すもの。まあまあ、用のなくなった者同士、心静かにお茶でも味わいましょうわい。
になりかけたぞ。この頃の様子では全く猛録したっていう感じだぞ。いけませんよ。それはいけません。御前、そいつは困りますよ、そりゃ。何がそんなにいかんのじゃ。御前がどうそのようにぼんやりしていたらどう寂しすぎますよ。御前はやっぱり天下の一大事じゃと言うて騒ぎ立てて暴れ回る方がお似合いでございます。バカを申せ。この太平の宮に天下の一大事がそうやたらにあってたまるものか。御前がそんなことをおっしゃるから、ご近所のお旗本衆に骨董品なんて言われますんで腹が立つ。何、骨董品。なるほど、骨董品か。御前も本当に猛毒されたのかな。徳川に過ぎたるものが二つあり、大久保彦座に宗城天海と、歌にまで歌われたことがあったかな。申し上げます。ただいま天海宗城様ご機嫌伺いにご登場いたされました。何、宗城も。おお、これは懐かしい。下の熊本加藤家に忍び込ませておきましたる鬼屋番、ただいま立ち返りましてございますが。おう、隠密が。その彦座のことじゃが。彦座がどうかいたしましたか。まるで昔の勢いがなくなっての、体の具合でも悪いのかといろいろと尋ねるのじゃが、どこも悪くないとばかり申して。この頃はそれさえうさくなったのか、とんと途上さえいたさんのじゃ。彦座は世にとっては親とも頼む大切なもの、心配でならんのじゃ。彦座のその病気、上様に責任がござりまするぞ。何、世に。上様が名君でありすぎるがゆえに彦座の寂しさにござります。御坊の言葉、家光にはわからぬ。彦座、徳川三代に仕えて、その功、筆舌に尽くしがたく、再三、ご家族の沙汰に及ぶも、中は重く、禄は軽くと、それを受けず、ただ、わがままごめん、天下のご意見番という役のみ頂戴いたして、今日にあるのは上様とくとご承知のはず。いわば彦座この世の仕事は上様にご意見申し上げることただ一つでござりましょう。それを上様名君に渡らせられ、ご意見申し上げべき種一つござりません。上様がご名君に渡らせられること、彦座にとってこの上なき喜びであらねばなりません。同時に何一つ上様のお役に立たぬ寂しさも当然のことではございますまいか。上様、今彦座め自分の死ぬ機会を伺うようになりますぞ。何、死ぬ機会を。彦
彦座を元気にするには、上様、時々暗君になる必要があるというわけになりますな。それながら、松平伊豆の神様より、日後熊本に使わしましたる御水、立ち返りましたれば、早速表情を開きたく、上様のお許しを、とのことにござります。では、ここで、いよいよ天下の一大事でございます。ああ、これでどうやら俺も死に花を探すことができそうじゃ。はい、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 はやまらしちゃい、伊豆殿。逆進加藤を打つに何が軽々しい。え、何が早計じゃ。ご政道のこと、貴殿のごとく、そう一途に考えることはいかがでござろう。これは一加藤のことではない。まず広く天下の民のことを考えられたか。と申すと。今や戦火ようやく収まって、庶民安堵して将軍家の御人生に喜んでいるとき、貴殿のごとくただ一途に戦いなど望めば民心の離れ去ること必定でござる。これはご政道にとり一加藤の逆進よりもっと恐るべきことではござるまいか。では貴殿はいかがすればよいとおっしゃるのじゃ。第一、戦うには敵を憎む心が足りぬ。何？加藤忠広、先を食らって豊臣を忍び、どうしただけの理由では。そこじゃそこじゃ。拙者上様に申し上げたき儀は、何とぞ拙者を熊本へお使わし相なりたく、拙者上位をいただきて、肥後の国表へ乗り込み、別に手勢は入り申さん。友の者少々、いや、それも場合によっては、拙者一人でも構いません。ただひろ、暴虐にして、教準を外縁せぬその時は、拙者、上位打ちつかまつる。万一、もう失敗つかまつっても。大久保彦左衛門、熊本に倒るときけば、旗本八幡家も奮然立とうというものだ。そう、そう。伊豆殿、さすれば貴殿のいわゆる敵を憎む心も十分じゃ。上様、彦座を熊本へ。何とぞ、何とぞ、上様。なら。和子。彦座一生のお願いでござりまする。何とぞお許しのほど、お許しのほど彦座を熊本へお使わしくださりませ。の和子なら、和子じいが一生に一度のお願いでござります。じいなら、バカめ。じいはなぜそのように死にたがるのじゃ。じいが死んだら、陣が死んだら、この家光は誰に孝行すればよいのか。バカ。
元気にするには上様時々暗君になる必要がござりまするぞ。タソアル、タソアル、あ、伊豆を呼べ。様じきじきお杯などもってのほか。じい、うるさいぞ。なりません。おう、そうじゃ。その方とよと二人で連れまいたそう。はい。じい、ならん。ならんぞ。和子。ああ、よいよい。それ、前へ。早せ。和子。Thank you.
箱、何たることを遊ばす。これが天下の征夷大将軍、不純な小学料院の別当、源氏の長者のなさる振る舞いか。身分卑しき橋ためを、デレデレと見るも見のけのよだつ踊り子など、浅ましや情けなや、神君家康公、先代秀忠公地下においてこれをご覧せられなば、いかにお嘆き遊ばされるでござりましょう。そもそも今の時勢を何とおぼし召します。徳川すでに三代、その礎ようやく固くらんとするに見ゆれど、夢も油断があるべからず、一旦を継ぐなば何と召される。その、ジャラジャラした踊りの敵に向かわせられるおつもりか。長川氏とも、口を氏とも、彦田の心中を言い繰り返る思いにござりますぞ。ああ、じ、悪かった。世が悪かった。それでは。そちの中言、心に染みた。心を入れ替えて、文武の道を励むであろう。皆も彦座に倣って、至らぬ家光を助け、この上ともに忠勤を励みくれよ。大いにやってください。しかし彦左衛門は何と言っても徳川家の礎だな。皆さんも彦であれば大丈夫うまいことはござるまい。いやしかしまだ何分お年も若いし、何を言われる。バカな、哀れむべきは彦左衛門でござるぞ。上様は彦左衛門の愚かなためにわざとあのようなことをなされるのじゃ。上様のおかしこさ、ただただ恐れるのみじゃ。つまり上様の四股座に対する哀れみなのじゃ。戦場戦場と二言目には昔話を鼻にかけるだけが能のあの骨董品を哀れとおぼしめしてのお芝居じゃ。四股座め、それも知らずに独特として知らぬが仏とはよく言ったものじゃて。バカな、いたずらが過ぎる。上様ともあろう方がバカな、バカな。おい、しこだ、しこだ。さてこの次には彦座にどのような芝居をして使わそうの。ほどほどに遊ばさねば、かえって悪いたずらになりまする。これを腹が立たずにいられますかい。いや彦座、お前今年いくつになった。ねえ、からかってもらいますまい。大人なら彦座、なぜ上様を逆にこちらからお守り申し上げないのじゃな。お守り？さよう。バカな。たとえ芝居元にしろ、上様はそうやってお前に尽くしていられるおつもりや。なぜその心持ちをありがたく頂戴できるのじゃな。また
こうも考えられる。上様とお前と打つ芝居が見ている人々にどんな気持ちを与えるか。人々は君臣の定義に打たれ、お前ある限りは千代田城に正義が滅びぬと力強く思わぬでもあるまい。お前わからんかな。お久米様、福左衛門様。あ、ただいまお越しを飯島竹之丞殿、お手打ちにならんといたしております。何卒上様をおとどめくださいまするよう。お手打ち。はい、はあ、おいでなすったね。ただいま上様には飯島殿のお酌にてご酒を召し上がっておられましたところ、飯島殿持ちからお調子を取り落として壊しましたが、これは高麗より捉えの切壺の名器にございます。切壺は上様にはことのほかのこれ、本当に壊したの。はい、へえ、もったいないま。何も芝居に本物を壊さなくてもいいのに。志子座、そこじゃよ。え、そこのことじゃよ。よし、頼むか。うん、しばらく、しばらく、しばらく。ああ、じい、また顔出しよったな。また関連だろ。誰が何と言っても聞かない。ああ、そこどけ、手打ちにいたす。おい、お上手、お上手。うん、おいおい、上様のお腹立ち、ごもっともにはござりますれど、この者の部長法、この彦座変わって、お詫びを申し上げまする。なら、では、ご随意に。何？切れと申すか？よし！何卒お許しのほど。いや、なら、いや、なら、何卒お許しのほど。ああ、何卒くどい。和子、さ、たっておきりになりたくば、さ、この彦座を切ってからになさりませ。そもそも、性あるものは必ず滅し、形あるものは必ず崩れると申します。この器は、まあ、いかに天下の名器なりとはいえ、たかが土くれではございませんか。さあ、その土くれと人一人の命を取り替えようなどとは、もってのほかのことでございます。それとも、これなるものの命を取れば、さあ、この崩れた器が元の姿になりましょうや。一旦断るその時は、君の御馬前にあっぱれ討ち死にもつかまつるべき。この若者をむざむざもう散らすには忍びません。もはや追い先短く、もう御馬前のお役も危ぶまるる。この彦左衛門を切って、この若者の命をお助けくださりませ。お願い申し上げまする。よし、許しがたきところなれど、彦左衛の歓迎にめでて、この度ばかりは許し遣わす。今はきっと慎みおろうぞ。ゴミまで凝っておられるわい。大久保様、ありがとうございます。本当に泣くやつがあるかい。これ、どうせ貴様もなあなあでやったんだろう。これ。これは伊豆殿、知らぬが仏とはよう言うたものじゃろ。
なく竣工いたし、慶賀の至りに存じまする。つきましては天海上様にとくとお願い申し上げたき儀がござりまする。何事じゃ。彦座の儀にござりまするが。彦座。はい。上様御参詣の右利、そのお供先を願わくば彦座に。友先、伊豆、そちはどう思う。僧正のお言葉ながら、その儀は叶いません。なぜじゃ。この度日光御三家は将軍家のご意向を海外に広しめ、かつまた諸侯ことごとく修復せし印と存じます。その大切な儀に四股座ごとき、わずか3000石の小禄者に、しかも無役の老体にお供先を務めさせるのは、御三家の真偽にもとるものと存じまする。伊豆殿、ご政道に口挟むようではござるが、天下のことはさように理屈一点張りではいかぬもの。伊豆殿、貴殿は四股座の心情をお考えになったことがござるか。彦座のご奉公こそ禅道でいう捨て身四股、全く心身を投げ打ってご奉公一途に徹したる大人物と存ずる。しかも今や追い先短く、一代の栄誉をもって死に水を取らせるのが人の道と存ずる。議論はともかくとして、この役はすでにいい家紋の神殿に内定いたしおり、今さらいかようにもなりません。はてさて、厳しいものじゃ。伊豆、家紋を呼べ。家紋殿。よから頼もう。友先の役、爺に譲りくれよと。これは機内、犬
組の方は誰の手で固めた。はい、近藤登之助様ご拝下にございます。で、辰巳の方は金松又四郎様ご拝下。よし、これ、おのおのが高額のためによく聞かせてやい。今宵彦座ご本陣守備のこの構えはな、これを格欲の陣と唱えて、陣中随一の賢人でござるぞ。彦座、得意の絶頂であろう。よい。彦座十八番の格欲の陣と見受けます。格欲の陣か。うん。酒井、見てまいろ。配備の陣に手抜かりはあるまいの。いや、もうお立派でございます。機内もお殿様を見直しました。やっぱり私のお殿様は大したお方でした。今度のお供先を受けたまわってからのお殿様はまるでお顔からご光が差しておりますよ。素直にもそう見えるか。いや、わしもな、もう嬉しくて嬉しくて夜もろくろく寝られないくらいなのだ。いや、日光の御廟をお作りになるという話を聞いた時から、どうぞして、まあ、このお供先はこのわしが受けたまわりたい。立派にご成人なされた、和子のお姿をな、このわしがお供で、神君様に、お見せしたかったのじゃ。しかし、お供先などというお役は、この彦座の身分で、とてもいただける役ではないと諦めていたらこの御状じゃ。いや、もうわしは御病の前にひれ伏して、神君様ご老じませ。和子はこんなに立派にご成人なされましたぞ。一位がお預かり申した和子はこんな立派な名君におなりでござりまするぞ。じいもお供で参りましたぞ。そう申し上げたらな、わしはもうその場で死んでもいい。もうどんな災難があっても立派に和子をお守りして、御廟にお参りをせねばならんのじゃ。その方からな、皆の者に言ってくれ、この彦座はこのお役に命をかけている。皆の者もこの命をこの彦座に預けてくれとな。喜んでみんなごまねて死にます。いや、明日のお宿は宇都宮、本田光助の城中と決まった。
まあまあ今日よりは、少しは気が楽であろう。鎌倉行け、くどい、くどいぞ。この機に及んで我が志が翻せると思うか。バラ、河村、忠長公を将軍に推し立てまつる、またとなき機会、領内の大工どもを閉じ込めて、この藩祭の苦心は何のためじゃ。それともその方を世を裏切って。殿、お恨みに存じます。神を早め立てまつる逆位、ご意見申すのが真の務め。バカ者、河村幸恵、分かってくれるか。お聞き入れなくば、主君と共に地獄までも参るのが家来の道と存じまする。河村幸恵、お言葉に従いまする。
伊豆は それお見事じゃ。小塚之助。小塚之助。あ、そうか。小塚之助。よもを閉ざして何とするのじゃ。戸開け。誰か明かりを取れ。おいでなすったな。恐れながら三代将軍徳川家光公の御命頂戴つかまつりたく存じ上げます。何親方、神を恐れざる頼むと乱心いたしたか。光助之助、ああそんな、沈まれ、ああ沈まれてますね。光助之助、その方の言葉家光には下せぬ。訳を話してみよう。はあ、ごもっともにござります。光助之助、乱心いたしたのではございません。上様のお命頂戴つかまつりたきは
本田光助、年来の心願にござります。本田が三代将軍としていただきたき御仁は上様ではござりませなんだ。上様御弟君、幼名国松君、今の女徳川忠長公にござりました。先君御在世の右利、本田がおすすめ申し上げ、国松君に三代将軍お世継ぎとのご決定を見るの日、大久保彦左衛門の横槍にて本田が心願ならず、今や三代将軍として上様司会に君臨あそばすとき、本田が心願いつの日にか成就すべき。いかにして忠長公を将軍としていただくべきか悩みあがき、今日に至りました。黙れ光助、その方不全に将軍が左右できると思うか。下がれ下がれ。ごもっとも存じまする。さりながら光助之助一生をとしたる心願にござります。お察しくだされ。大久保彦左衛門が家光公に捧げる心、本田が忠長公に捧げる心、捧げる心に変わりはござりませぬ。光助之助、上様を憎みてしいし立てまするのではござりません。ただおいとしき忠長公を将軍に推し参らせねばならぬのがこの光助之助の定め。上様お許しください。神を恐れざる不忠者の本田光助之助、夢生き延びようとは存じません。身共家臣一同と共に上様としての御旅つかまつります。この場において上様のご一党と共に、愛を続け参らせようぞ。上様ご覧くださりませ。光助之助半歳の苦心よりなるこの武殿、この舞の終わる時、この武殿は地にいる人もろとも宙に飛び散るのでござります。うぬ、いず徳とご覧くださります。許さんぞ、見許しいぞ。いず、こづけ、ああ、静まれ静まれ静まるんか。今さら甘いたとて何となろう。本田が思うに任せよ。騒ぐでないぞ。これいたずらが過ぎるぞ光助。わしはもう何もかもよく知っているのだ。そんな顔をしてお前もなかなか芝居がうまいな。上様、おじいはもうよく知っておりました。
であんな顔をして、わしはもうこんなお芝居には付き合っていられませんわい。じい、はい、これへ来い。じい、はいはい、お芝居はもうおやめなされますよ。じい、世のそばを離れるでないぞ。はい。舞を始めようぞ。離せ、舞。ごめん。
心を知りながらこれをとどむることもできず、太郎川村行きただただ上様にお詫びの申し上げる言葉もございません。行き礼の言葉もない。この上はともども江戸をもてお供するがよいぞ。恐れながら郷助の助は川村行きの主君にござります。主君と定めを共にするのが真の道かと存じます。はっ、ごめんくださいませ。もっともじゃ、もっともじゃ。郷助の助め、良い家来を持ち寄ったの。恐れながら寸事も早く。強かった。神君を背負って歩けました。今はもう和子の手にすがって、いや無理もない。和子じいは長く長く生きましたからな。じいはもうそろそろ終わりでござりましょう。和子のおぼし飯の死に花を咲かせることもできずに。じい、どうじゃ、疲れたであろう。ん？さあ、もう一息じゃ。ただとも出迎え過分に思うぞ。おじし小左衛門よりの使いに接し、初めてこの度の大事聞き及び教頭をつかまつりました。ご無事にご到着、何にも増してめでたく、真ただともただただ恐悦至極に存じ上げまする。上様、恐れながら彦座、これにてしばらくおいとまを賜りと存じまする。何、じいは世の友をせんのか。はい、まことに恐れ多きことながら、もう彦座の老齢、この度の難行、もう身に応えて苦しく、もうしばらくおいとまを賜り、養生などいたしながら。ああ、よいともよいとも。許しよくぞ。
せっかく養生してまいれ。彦三。じい、世の許しを待たで死ぬではないぞ。じい、じい、この度の光月の不始末、その方の咎ではない。死ぬではないぞ。のうじ。上様。江戸で待っているぞ。